探偵ごっこはそこまでだ。あ、兄貴。ジーンとウォーカーのあの方チャンネル。はい、というわけで今回も始まりました、ジーンとウォーカーのあの方チャンネル。このチャンネルでは名探偵コナンに関する考察や感想、企画などを行っております。はい。そして今回のテーマはこちら、来年の映画のメインキャラクター予想です。あのもうすぐね、今年の映画が公開されるということで、まあ、非常に楽しみなんですけれども、はい、まあ、コナンの映画といえば物語本編はもちろん楽しみなんですけども、はい、本編終了後の最後に来年の映画の告知映像が流れるんですよね。そうですね。でその映像では、まあ、来年の映画で活躍するキャラクターのセリフが流れるっていう展開がね、まあ、豪華なひまわりの公開時からずっと続いてきているんですけれども、はい、あの短い映像の中で来年はどのキャラクターにスポットが当たるのかっていう部分も毎回楽しみな要素の一つだと思うんですよ。はい。ということで今回はですね、来年の映画に登場するメインキャラクターを予想しようという動画です。はい。あの今回はね、私ウォーカーの方で、まあ、何人か候補を考えてみたんですけども、おうおう、まあ、ぜひ皆さんもね一緒に予想していただけると嬉しいです。はい。あのまず最初なんですけど、赤井秀一と安室透のコンビです。おー。あの純徳のナイトメアでもね、この二人はメインキャラクター的存在ではあったんですけども、はい、まあ、その時は黒の組織も絡んでくるストーリーだったじゃないですか。そうですね。なので次は黒の組織が登場するわけではなくて、まあ、よりその二人にスポットが当たった、まあ、内容で、まあ、それこそスコッチの件とか含めて、まあ、二人の過去の因縁とかも絡んできたりする可能性もあるのかななんて思ったりしてるんですよ。まあ、ただ昨年公開された黒金のサブマリンでも、まあ、そこまで出番が多くなかったとはいえ、この二人は出てきたので、まあ、そこがちょっとこの予想を難しくする部分ではあるんですけども。で、次なんですけども、はい。世良真澄です。おー、はい、はい。前回劇場版に登場したのが、火色の弾丸ということで、もし来年世良が登場したら、まあ、映画としては4年ぶりの登場になるんですよね。はいはいはい。で、映画のストーリーの中で、まあ、世良がコナンを魔法使いと呼ぶ理由とか、まあ、初めて明らかになる赤い家の新たな事実などがね、判明する展開とかあっても面白いのかななんて。はいはいはい、はい。まあ、それこそ、まあ、赤いつとの新事実とかね。まあ、黄色の弾丸の時に、まあ、セラ以外の赤い家の面々だったり、まあ、あと赤い周一もそうですけど、まあ、FBI が登場して、まあ、割と盛りだくさんな内容ではあったので、はいはいはい、まあ、次にセラが出てくるとしたら、まあ、それこそ赤いつとのが関わってくるくらいの展開はありえなくはないのかななんて個人的には思ったりするんですよ。確かに原作でもね、もうすぐ多分やるんじゃないかって思いますもんね。いや、そうですね。なかなか赤井勉のね、過去が明らかになりそうで、なかなかならないという部分で。で、次なんですけども。はい。若狭ルミです。おー、若狭ルミ。まあ、これはね、可能性は低いです、正直。まあ、個人的に、その若狭先生がメインになったら嬉しいなっていう話でもあるんですけど。まあまあまあ。そうですね、まあ、昨年イベントでね、青山先生が今後若狭先生が劇場版で活躍する予定はありますかというファンの質問に対して、まあ、劇場版はないというふうに答えられたんですよね。昨年の段階で、まあ、当時から見た、まあ、2年後の映画のメインキャラクターが、まあ、決まっていたかっていう部分が、ちょっとはっきりとはわからないんですけども、まあ、コナンは少なくとも、まあ、30作目までは構想があるという話もありますし、はい、まあ、来年の映画で若狭先生が出てくる可能性っていうのはまあ低いかもしれないですけど、うん、まあ、いつかそんな時が来てくれたら嬉しいなと個人的には思ってます。期待はしたいところですね。そうですね。いや、見たいですよ、若狭先生の活躍映画でも、はい。ちなみにジーンの兄貴が予想する来年の映画のメインキャラクターっています？あ、まあ、何個かね、一応候補あるんですけど、僕の中でもね、はいはいはい、まず1個目が小五郎とエリ。あ、いいですね。その2人にスポット当たって、はいはい、そうなんですよね。あの小五郎ってやっぱあの活躍してるけど眠ることが結構多いじゃないですか。そうですね。まあ、原作においても、まあ、映画においても去年とか寝てましたしね、あの黒髪のサブマリンとかね、はい、ってなるとまた眠らずに事件を解く毛利小五郎が見てみたい。そうですね。まあ、ゼロの執行人ですかね、前回作品が出てきたのは、ね、あの時もちょっといい感じになったシーンとかありましたけど、はい、まあ、そこにもう本格的にスポットが当たった映画っていうのは確かに見てみたいですね。いや、そうですね。小五郎が活躍して確かに襟がときめいてるような、ね、まあ、若いキャラクター、いいキャラクターいっぱいいますけど、ちょっと大人な恋愛っていうね、はい、部分でもちょっとまた大人を引き寄せるような映画になるんじゃないかなっては思ってたりしますね。はい。いや、あと他にもあって、はい、まあ、これめっちゃ俺の個人的な期待なんですけど、はい、アガサ博士。あー、ということは、そう、ということは、フサエキャンベルも出てくるみたいなね。最後に、あの、運転手が、次に会えるのは、そんなに遠くないかもしれないって言ってたじゃないですか。そうですね。その次が劇場版で来るかもしれないと。いや、来たらもう激アツやなって思いますよ、僕。そうですね。でも確かに、いや、その展開は熱いですけど、まあ、それこそじゃあ、
例えば赤瀬博士の声が流れる感じですかね、うん、今年の映画の最後で、うん、そういうことですよね、なんか胃腸に関わるワードを言ってみたいなね、二重、ね、の声流れちゃったらワンチャン峰不二子かなって思っちゃう人いますね同じ声優さんなんで、まあ、まあその二代目の声優さんか、はいはいはい、峰不二子のリパコナとかを想像してるかもしれないですよね、正直今回は予想するの難しいと思うんですよね、はい、あのハロウィンの花嫁が公開された時とかってそろそろ黒の組織来るかななんて思ってたら、まあ、最後にジンの声が流れてきて、うん、まあ、それこそ昨年黒金のサブマリンが公開された時はそろそろ平時からきっとあたり来るんじゃないかなって思ってたら、まあ、まさかの両方出てきたりとね、はい、まあ、ただ今回に関しては、まあ、コナンを代表する人気キャラクターで、まあ、キッドや平時はね今年出たから来年はないというところだとは思うんですけども、はい、まあ、黒の組織だったり、まあ、安室さんも赤井さんも今回一応候補には挙げたんですけども、まあ、最近の登場頻度的にまた来年も出る可能性というところで、まあ、正直そこもちょっと判断が難しいところではあるのかなって、またかよみたいなね、まあ、そういう思う人もおるかもしれない、まあ、でもやっぱり人気なキャラクターではあるのでね、定期的に見たいという気持ちもありますけどね、いやもう出たらもう熱いですかね、そうなんですよね、はい、まあ、そこでじゃあ違う可能性を考えてみようかなというところで、はいはい、メインキャラクターがいないっていう可能性、あ、まあ、ここ最近の、ね、映画とはまた違った感じで、まあ、メインキャラクターとかは特になく、まあ、壮大なミステリー映画的な方向の作品になる可能性っていうのもなくはないのかなって思うんですよね、はいはいはい、なるほどね、僕はねミステリーがすごい好きなんで、はいはい、その展開やったらもうめちゃくちゃ熱いです、ね、まあ、そういう展開もねありかなと思うんですよ、まあ、ただ、まあ、ここ数年の映画では、まあ、毎年誰かしらの人気キャラクターがメインを飾って、まあ、大成功してきてるっていう中で、まあ、さらに内容も毎年めちゃくちゃ面白くて、はい、素晴らしくも最高の映画をね完成させていただいてるじゃないですか、はい、っていうところでメインキャラクターなしでやる可能性っていうのが、まあ、果たしてあるのかどうかっていう部分がね、まあ、ちょっとこれがねまた予想が難しいところではあるんですよね、確かに傾向はやっぱメインキャラクターをつけて、そうですね、それを元に映画をっていう、面白くなってるので、それで、そうですよね、であと他の可能性があるとしたら、はい、別の作品とのコラボ映画っていう可能性、コラボ映画、まあ、先ほど話題にも少し出ました、はいはい、その以前ルパン三世とのコラボが金曜ロードショーと、まあ、その後続編として、まあ、劇場版でもありましたよね、ありましたね、まあ、豪華なコラボっていうだけでなく、もう内容もめちゃくちゃ面白くて、もう最高のコラボ作品だったと思うんですけど、そうですね、まあ、劇場版の方に関してはもう少年探偵団や黒羽海斗に、まあ、FBI のジョディ先生や GMs までね出てきて、もう盛りだくさんな内容だったわけなんですよ、はい、まあ、ルパンの時のようにまた別の作品とのコラボ映画が公開される可能性っていうのは、まあ、ゼロではないのかなっていうふうには思ったんですけど、はい、まあ、ただルパンとコラボした時って、まあ、毎年のように、まあ、4月にコナンの映画が公開されたのとは別で12月にそのコラボ映画が公開されたんですよね。そうですね。で、それプラス毎年今とんでもない興行収入を叩き出して安定して叩き出しているコナンの映画とコラボするアニメってなると、はい、もう誰もが知っているようなもう国民的アニメになると思うんですよ。いや、そうですよね。ってなると、まあ、推理アニメのコナンとコラボできる作品っていうのは、うん、まあ、なかなか難しいのかなっていうふうには思うんですよね。確かにそうですね。しかもそれが劇場版ともなると ね、まあ、ね、はい、というわけで今回はですね、来年の映画のメインキャラクターや、まあ、いろんな展開を予想してみたはものの、まあ、正直今回はめちゃくちゃ予想が難しいです。そうですね、もう候補いっぱいあったもんね。そうなんですよ。でもただ予想ができないからこそ、うん、今年の映画の最後でどんな映像が流れるのか、誰の声が聞こえるのかってめちゃめちゃ楽しみじゃないですか。そうですよね。予想全然できないからこそ。なので、もし皆さんも予想している来年の映画のメインキャラクターや、まあ、展開などがあれば、コメントにて教えていただけると嬉しいです。はい。はい、というわけで、このチャンネルでは、名探偵コナンに関する様々な動画を投稿しております。感想や考察、動画のリクエスト等ございましたら、ぜひコメントでお聞かせください。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あの方チャンネルのウォーカーと、ジーンでした。真実はいつも一つ。